皆様こんにちは、歌舞伎俳優の中村小太郎でございます。今ちょっとボードが映ったようにですね、もう間もなくラグビーワールドカップということでございまして、私なりにですね、思っていること感じていることをお話しできたらと思っておりますので、お手柔らかに見てください。どうぞ。かなり厳しい戦いだと思います。日本が強かった理由って圧倒的にディフェンスです。日本のこれからのラグビー界を背負う人になる。そうですね、やはりラグビーやっていた人間としては2015年の南アフリカとの試合絶対負けるって思ってましたし、やはりエディヘッドコーチがギリギリまで隠していたユニットだったり、スペシャルサインプレーを含めた、まあ、試合展開だ。で、そしてやっぱフォワード含めてかなりディフェンスが頑張っていた。全ての勢力をそこに注ぐんだみたいなぐらいの、そしてあの会場の空気が全部日本に流れたっていうのが、もう誰もが南アフリカを敵と思い、誰もが日本の味方だった。一つのミスでブーってブーイング吹くし、それがやはり印象的でしたし、ちょうど3時半4時ぐらいがヘスケス選手が左隅に飛び込んでトライ取ったと思ったんですけども、まあ、同じラグビーやってた仲間と電話して感動したねって言ってて、翌日歌舞伎座に行ったらみんながめっちゃ良かったねとか言って、今まで見たことねえだろうと思いながらも、そうなんですよね、ラグビーっていいですよねって言って、2019年いよいよ今度日本で開催した時に、まあ、それもねやはりこうアイルランド、もうこれは絶対勝てないよってみんな思って、当時は世界ランク1位か2位で、まあ、セックスの選手をねこう使えなかったってアイルランドの事情もあったと思うんですけども、本当に日本国民が勝つのかって思ってて、アイルランド強いもんなって思ってるところをひっくり返して勝つっていう、でそれこそ南アフリカの試合はかなり攻め込まれてる展開が多くて、それをうまくなんとか何十分もかけて取られて一発で返されて何回もかけて取るっていう、南アフリカの試合とは違って、もう日本がやりたいラグビー、やりたい展開を徹底的にやっていく、そして自分たちのやりたいゲームプランを徹底的にこなした結果勝ちにつながったっていうのが、もうここ2大会連続であるので、まあ、今回はこうイングランド、アルゼンチンとかなり強敵がいますし、まあ、私は多分このチームのブロックではアルゼンチンが一番強いと思うので、このアルゼンチンという、まあ、日本が戦ってない、近年戦ってない唯一の国なので、そこにどこまでやるかためにはこの3カ国にやはりこういい結果を出すしかない、上の2チームは絶対勝たなければいけない、この2つをどちらか落とさなければいけないという、なかなかシビアな展開になってくると思うので、まあワールドカップ今ベスト8を狙っているとおっしゃってますから、やはりそこまで行くにはかなり厳しい戦いだと思います。というのもですね、IRB ラグビー機構がかなりですね、まあ、ジャッジの面でハイタックルだったり危険なプレー、イエローカードだけではなくてレッドカードを頻繁出すようになってきたので、ね、日本のその国内でやったテストマッチで2試合レッドカードが出ていて、こう使える選手がいなくて14人になっちゃうっていうところで戦ってきているので、まあ、正直言ってこの4カ国いかにカードをもらわないかっていうところが多分大事になってくると思うので、まあ、レッドカード出た場合14人になってしまうっていうところをある程度多分頭に入れたうちに戦わないとちょっと厳しい展開になるんじゃないかなと思ってます。15年と19年の時って日本が強かった理由って圧倒的にディフェンス力なんです。その15年19年はかなり前めのプレッシャーをかけて低いタックルで倒すっていうディフェンスを徹底したチームだったんですね。ただ今年になって、まあ、去年もそうだったんですけど、今年になって、まあ、ワールドカップ前のこのテストマッチでやっぱりカードが連発してるっていうのの、まあ、一つの要因がやっぱりダブルタックル、一人タックルした後にもう一回タックルするんですけど、やっぱ高いところに入ってしまってカードが出ているっていう、物理的というかそのどうしても起きちゃうことなんですけども、これでカードが出ているっていうのと、かなりディフェンスラインがぐちゃぐちゃになっていることが多いので、ペナルティ反則がものすごく今多いんですよ、日本チームが。なので規律をどこまで守れるかっていうのと、ディフェンスどこまでできるかっていうのがかなり重要になってくると思います。イングランドはですね、まあ、今ちょっとサマーネーションズっていうヨーロッパでちょっとワールドカップ前のテストマッチをしてるんですけども、ファレデ選手とブニポラ選手ってですね、まあ主軸になる、ブニポラ選手ナンバー8、ファレデ選手が10番ということで、彼ら2人がですねレッドカード出てる状態でありまして、今レッドカードが出るとですね3試合出場が取り消しになるということで、まあ、最低2試合出れないということで、アルゼンチン戦に多分2人とも出れなくなってくると思うんですね。ちょっとまあ最低結果はまだ分かんないのであれなんですけども、となった場合ですね、確実に、まあ、イングランドが最初が初戦がですね、まあ、アルゼンチンということで、確実に多分アルゼンチン戦はその8番と10番というファーストチョイスの2人を使えないという状態で多分戦うことになると思うので、多分イングランドがアルゼンチン戦を捨てた場合
まあ、日本とイングランドが戦う多分試合にイングランド 100% の、メンバーを揃えてくると思うのでかなり厳しい展開になると思います。イングランドはエディヘッドコーチが作ってしまった日本に対してのフォーマットが完璧なんですよ。対日本はこうやって戦うんだよって世界に示したんですね。なので日本は絶対苦戦するんですよ。確実にもう出足の鋭いタックル食らったりとか強いツイランギで13番選手とかバカバカ走られてくるとかなり痛いんですね。なのでそのきつい時間にどこまでディフェンスできるか、かなりフォワードもグイグイ押してきてるので、まあ、そしてイングランドここの2試合でレッドカードで1人いない、あるいはもっといない状態でフォワードで取れたってんですよ。なのでフォワードで結集するっていう力はものすごく高いっていうのが、もうイングランド戦だったらフォワードがめちゃくちゃきついと思います。リザーブの選手含めてまあもう消耗戦だと思うので、イングランドというこのもうフォワードが強い、そしてかなり重たいプレイヤーがいる、この10番ファレルが出なかった場合でもマーカス・スミスっていうエディ対戦の時に出来上がったとんでもない10番がいるので、マーカス・スミス10番、12番、まあ、ファレル間に合って12番にいるとか、13番ツイランギっていうややこしいプレイヤーがいると、ファンタジスタが2人いてややこしいプレイヤーがいるっていうのがかなりきつい、いろんな可能性が予想できちゃうので、イングランドのこの出足の鋭いタックル、重たいフォワード、ややこしいランニングのプレイヤー、そして結集する力がすごく高いので、エディが作ってしまったフォーマットにはめてくると思うんで、それをこうどう変えていくって、まあ、ファンとしても楽しみですし、まあ、それをやらないと多分互角で真っ向勝負でいったら多分勝てないので、ただイングランドがまあ手の内を出していないからか分かんないですけど、あんまり出来が良くないんですよ。サマーネーションズ見てる限り、ヘッドコーチが変わって半年しか経ってないので、なかなかチームが変わってないっていうのは多分素直なところなんですけども、まあそういった面を含めてもスケール隙はあるかなと思って、ただきちんとフォーマットを作って規律を持って、日本の強かった規律ディフェンス、それからきちんとしたパススキルっていう、まあノーペナルティとかもそうですけども、そういう規律をしっかり守れなかったらきついと思います。でもそれをもうきちんと80分遂行できれば僕はかなりチャンスになるかなと思ってます。まあここはね本当にこうすっげえビッグプレーが連発するチームなんですけど、ビッグプレー以外は結構規律が乱れたりとかすることが多いので、そこをどう耐えれるか、日本が相手に付き合う場合は付き合うって言い方をするんですけど、相手に付き合わないで自分たちのやりたいことをやり続ければかなりいい感じだと思います。ここに関してはですね、今年の、4カ国、南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチンというですね、まあ、4カ国のマッチがあるんですけども、かなり出来上がってました。南アフリカともその点差で終わるんだと思いましたし、オーストラリア勝ってましたし、まあ、ニュージーランド負けてましたけど、めちゃくちゃ仕上がってます。で、フォワードも重たいし、バックスの強いランナーもいるし、チームとしてかなり ややこしいと思うので、3チームに勝った場合、ここにはどれだけできるかなっていうぐらいの気持ちで戦ったと思います。4勝するってかなり厳しいと思いますし、日本との力関係未知数すぎるっていうところなので、まあ、僕からしたらもう3カ国に勝つことだけ願って、これはもう捨ててもいいのかなって思ってます。多分イングランドもサモアも同じこと思ってます。ここは捨ててあとの3個勝てばいいなって多分絶対思ってると思うので、で多分イングランドはアルゼンチン戦よりもイングランドの日本サモアってこのダブルを絶対倒しに来ると思うので、そこの中でどれだけファイトできて日本が自分たちのラグビーをするか、多分ここまで来たら自分たちのラグビーを押し切るしかないと思うので、まあ、合宿組でジェイミーが作ってきた試合をやるっていうこと、それからまあリースンシー選手か松田選手どっちがファーストチョイスか分かんないですけども、10番がどれだけゲームコントロールできるのかな、まあ中で選手も後半から多分入ってくると思いますし、多分ファーストチョイス斉藤直人選手なので、まあそこでどこまでこうコミュニケーション取っていけるかなっていうことかなって思いますし、まあ、今回山中選手が外れて松島選手を15番のファーストショットに使ってるっていうことは、キックゲームを重視するよりももうとにかく取るんだ、点数を取るんだって僕意思表示な気がしてたので、まあ、11番マシレワ選手と14番ナイカブラ選手っていうこの3人バックスリーっていうんですけど、後ろの3人がどこまであのコミュニケーションを取って14無人に駆け回ることができるのかな、まあ、あの本当にこの下の2チームはかなり強力なランナーも外にいるので、まあ、そういった面でもシビアな展開にはなると思うんですけども、そこでこうね自分たちで規律乱れないでいければ面白い展開もあったかなと思います。やはりですね、ワーナー・ディアンズという選手が日本のこれからのラグビー界を背負う人になると思います。というのもですね、まだ21歳、流通経済大学柏高校から直接東芝に入られて、かなりサイズ的にも大きいですし、いろいろラグビーを見てらっしゃる方と喋っていたり、それこそこの間清宮さんとお話しした時もワーナーは世界的な選手になると思う、それこそまあリーチマイケル選手もそうですし、ニュージーランド代表に入ってもおかしくないと言われる逸材がいるというのがかなり大きいと思うので、まあ、ここがどこまでこの2人がキーマンになるかなって思いますね。まあ、前回前々回と絶対無理だっていう状況からひっくり返していますから、
そう考えたらあるんじゃないかなと思いますし、まあ日本でのねこうテストマッチ見てる限りではきっと多分使ってないサインだったり使ってないゲームプランがきっとあると思いますし、メンバー選考を見ていても、あ、僕たちが思っていたゲームプランと違うプランをやるんだろうなっていうのがある程度予想できるので、チリ戦にぶつけるのかわからないんですけども、まあそこはちょっと楽しみです。2023年9月いよいよですね、ラグビーワールドカップがやってまいります。本当にですね、かなり厳しいゲームが多いと思いますけども、まあ2015年19年と絶対無理だと思っていた相手を倒してきた日本代表ですから、きっとワールドカップに何か準備があって、もう皆様がおっしゃってるね、ベスト4、ベスト8、優勝を目指すっていう選手は口々に言っていますから、私はそれを信じて応援するしかないと思うので、フランスと日本でだいぶまた距離がありますけども、一生懸命応援して、4時に起きればねイングランド戦見れますし、時間をちょっと調整すれば見れますので、本当にですねオンタイムに起きて一生懸命声援を送りたいと思いますし、日本の選手からですね涙ある感動プレーっていっぱいもらうことが多いので、それをですね楽しみに、まあ、選手の皆さんはですね多分本当に自分たちがするべきことっていうのも決めてると思うので、悔いのないゲームをしてもらって、最終的に、ね、帰ってきた時にほらざまみろ俺らすごかったろって思わせていただきたいなと思っています。怪我のないようにですね最後まで走り抜けて、いい景色を見せていただいたら嬉しいです。頑張ってください。